初日で呼び捨てする男子一番嫌いなんだよ。そういうやつに比べれば全然いい。お前と稽古の歴史はまだ何にもないだろ。関係性が関係性ないのにね。下の名前で呼ぶ必然性何にもないの。はいはい、稽古じゃちょっと喫茶店行こうぜみたいな。私もそれは分かります。お前の旦那だよ。今めちゃめちゃ特定の誰かの顔浮かんでました。ごめんなさいごめんなさい、今ちょっと興奮しちゃって。いや分かります。うちの夫は本当に下の名前で女性のことも呼ぶんですよ。初日で行くでしょ。行けます。すごい初対面でなんか私もちょっと引くくらい、はい、大丈夫かなって思うけど、そうなんです。でも私はそれ分かります。なんか無礼だと思いません？関係性ができないのに。でもね、こう言いながらね、羨ましさもあるんですよ。やりたいんですか。そう、下の名前で呼ぶっていうのにすごくね、距離を分かります。そう、うん、だって深川さんなんてね、もう半年ぐらいご一緒してるのにまだ LINE 教えてくれないですから。名前呼ぶとかもね、ケンタ